では皆さんこんばんは。こんばんは。はい。これとおじいさん素晴らしい演奏でした。2番目は倉田陽介と言います。そしてですね、後半の2曲ペイオーズとしてともう1人2人でやりたいと思います。というライブコースになっております。ですね、すごい良かったですね、おつゆさんね。僕もインスト1曲やります。ちょっと緊張しますね。2曲やってます。はい、2曲いいんですか。はい、ありがとうございます。緊張します。もし演奏中に白目向いてたら黒目描いてください、誰か。それでは始めます。中川勇さんの曲を2曲やりたいと思います。噂では聞いてたんですけど、映画館のライブは他のライブよりもものすごく緊張するって言ってたんですけども、緊張しますね。誰か黒目描いてください。じゃあ行きます。しょうもないよし、行きますよ。
ろ。続きましてですね、ちょっと一回立たせていただいてですね、自分の曲をちょっと2曲歌いたいと思います。少々お待ちください。そういう展開になっております。ちょっと意外な展開になってるんでちょっとびっくりしてるんですけども、ちょっと頑張りたいと思います。それではですね、感じるままにという曲があるんですよね、僕の曲で。それをちょっとやりたいと思います。いきます。前だけ向いて少しずつ
じるままに。初めてライブでやります、まあ、生きていればですね、いいことと悪いことも隣り合わせだなということで思ってまして、このすごい綺麗な音だと思うんですよね、これね、誰が聴いても。で、この音一つずらしただけですごいね、こうなっちゃうっていう、まあこういう音もそうだけども人生もいいことと悪いことと隣り合わせだなということで、まあ、いろいろ悩みながら生きていくこうというような感じの曲です。意味と価値という曲です。ちょっと聴いてください。価値がある。
はい、すみません、ありがとうございました。ごめんなさいね、なんか自分の曲なのに間違って。次はちょっとヘイヨーズで出ますので、お願いします。それでは MC ローケン、どうぞ。よっ、皆さんこんばんは。こんばんは、 MC ローケンです。よろしくお願いします。ですね、今日はまず、呼んでくれたカズさん、本当ありがとうございます。ですね、僕らは、4月ですね、結成しまして。そうです。普段は僕はヒップホップっていう音楽をやってまして、普段はクラブとかバンドハウスとかだったり、そういうところでライブをさせてもらっております。で、今回は、コースティックライブということで4月からやり始めたばかりなんですけども、どうなるかちょっと分からないんですけども、ちょっと一生懸命やりたいと思いますので、共感してくれたらなと思います。ということで、まずじゃあ自己紹介したいと思いますので、やっぱり僕ラッパーなんで、ちょっとラップで自己紹介したいと思います。じゃあ聞いてください。行きましょう。MC ローケン、ここに挑戦、マイク外す経験やってるぜ、懸命経験積み重ねレベゼン、釧路の街からマイクで証言、霧の街生まれ育ち自分で鍛える、思考回路介護、毎日日々前進、ここから続ける前進ゼロレイといった感じです。ちょっとアコースティックヒップホップって言って、ちょっと早口なんですけども、言葉一つずつメッセージっていうのもこもってるんで、よく聞いてくれたらなと思います。じゃあ、ヘイヨーズではちょっと2曲やりたいと思います。まず1曲目はスタートっていう曲で、僕が本当に尊敬しているというか、大好きなアーティスト、クレバーっていうアーティストがいるんですけど、そのスタートっていう曲を1曲、歌いたいと思います。じゃあ行きましょうかね。ちょっとさ、緊張してるんですかね。行きましょう。よしよ。いいならその話はい終了、全部嘘だと言ってくれるなら俺それ以上ない注文、来週も再来週もそのまた先も、揺れる七色のこの輝きを浴びていたいのに言葉がないよ。君がいなくなる一体何が引き金、共に過ごした日々はひび割れ、でっかくなりすぎた溝は埋められないのさ、接着剤じゃでっかくなりな、強がったセリフ吐き出す以外何ができる、涙も出ない急すぎる、行き場のない気持ちが宙吊り、本当は後悔しないよ、君にぶちまけたいのさ何もかも、後悔しないよ、幸せを祈るだけ、言うことはもうない、何ももうというよりもともとないのかも、そうだ何でしょう、もう今ここで始めよう、スタート GODDYE きっと今がいいタイミング。 Hey listen、肌から見りゃそりゃ仲いい、でもいつの間にかけは何、挙句の果てには散々言いたい放題じゃ悲しい、いろいろ世話して世話になって、地べたに座りゴミ場になって、日が昇るまで続いた宴、思い出しても悲しくなるだけ、特別な関係性たくさん共有した時間経験、笑いや涙かなり中身は脳みそまるで学びや、紙面っぽい濡らしてごめんよ、君の新しいチケット、これが俺の曲がり曲がった優しさなんだ、せっ本当は後悔しないよ、
君にぶちまけたいのさ、何もかも後悔しないよ、幸せを祈るだけ、言うことはもうない、何ももうというよりもともとないのかも、そうだ何しよう、もう今ここで始めよう、スタート、Hey yo, two. 今日集まってくれた皆さんには本当感謝します。喫茶映画館本当ママありがとう。俺たちはまだまだこれから始まったばかりだから、今日は共感してくれたら本当に嬉しいと思います。これがアコースティックヒップホップ、まだまだ俺たちは始まったばかり、ありがとうございます。スタート。どうですか、アコースティックヒップホップ、来やすいですか？今のは最高カバーの歌だったんですけども、はい、ということで、次はラストの曲です。自分はですね、まあ、こう見えて、まあ、仕事は介護士やってます。そして、まあ、相方の倉舘くんも一応介護ということで、同じ職場で、はい、一緒に、こういう音楽をやらさせていただいております。本当に音楽って楽しいんだなっていうのをやっぱり皆さんに、伝えたいし、これからもどん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 ピースな音楽を、やっていきたいなと思っております。ね、難しいことはなしにして、純粋に音楽が楽しいっていうのを本当に見せたいなっていうのもありますね。はい、本当に。じゃあラストの曲、ラブという曲です。はい、あのオリジナルの曲で、まあ、あの僕こういう意味で家族も結婚してまして、子供もいまして、まあ、家族に作った曲を一曲歌いたいと思います。時間を貸して、時間を貸してすいません。了解です。じゃあいきます、ラブ。大きな疲れもかすかに、会うたび徐々に開く心の鍵、あなたとの思いの落差に落ち込むこともあるだろう。これから過ごす日々 So many time 絶対君のそばにいたい、もっともっと濃く染まりたい、失恋の恐怖に予防線、今は保証も約束も要線だけど、愛す元の呪わせる保証も約束もしないけど愛してるから、この感情ずっと持っていけるかな、いつか二人離れてしまうから、でも今は続くこと、ずっと愛してくれこんな男、君に届けるインで繋ぐ音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 、毎回もらう勇気と笑顔、それをもとに頑張る自分自身、君の作る料理最高にうまい、小さい体不器用な君、虚弱体質な君、これから繋ぐ一本の赤い糸は永遠、恥ずかしながら書いた手紙、それをもとに頑張る望み、これからの時間何があっても俺は絶対離さない、君のこともう一度見直押してみよう、夢も愛も現実はここにある、君と出会って変われた自分自身、俺はこれからもマイクで発言、そして生まれた息子のことをこれからも愛す続ける、ずっと愛してくれこんな男、
君に届けるインで繋ぐ音、ずっと愛してくれこんな男。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 君に届けるインで繋ぐ音。ずっと愛してくれこんな男、君に届けるインで繋ぐ音、ずっと愛してくれこんな男。 Hey! 皆さん手拍子してもいいんでやってください。今日集まってくれた喫茶夜間の皆さん、ありがとうございます。俺たちが Hey Girls アコースティックヒップホップでこれからもどんどんやっていきたいと思います。そして今日呼んでくれた本当にファンさん、ありがとうございます。俺たちはまだまだ未熟ですが、いい音楽をお互い提供していきましょう。そして喫茶夜間のまま、またライブできたら嬉しいなと思います。いつでもお待ちください。これがアコースティックヒップホップ。本当に今日はありがとうございます。皆さんと共有できて本当に嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ最後にピースサインでもいいんで2本の指を見せてください。最後に一緒にピースって言ってくれたら嬉しいです。ピース。ピース。ありがとうございます。これでヘイローズライブショーケースは以上です。ありがとうございました。ネクストライブ、カズさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。